ックス達算だったら全部に達算すれば大小関係崩れないよね。でこれはあの何だっけ 2x だったら全部に2倍すればいいんだよね。で x 足す y だったら、この言葉大丈夫、辺辺加えるってやつ。辺辺加えるって何かって言ったら、例えばこれ連立方程式とかでよくやるんだけど、左辺は左辺で足し算、右辺は右辺で足し算することを辺辺加える。辺辺加えるってなって、要するにこっちはこっちで足して x は残って y は消えてこっちは8になって、そしたら x イコール4って出てるでしょ、まあみたいな感じね、うん、はい。でだから辺辺加えるなんだけど、これね、あのミスが起こりやすいのと、あんまりおすすめしないのが辺辺引くが、不等式において辺辺引くやるとろくなことないよくわかんないんだ。だから何としても辺辺加えるに持ってきたい。じゃあどうするのかっつったら、こうこいつをねこう考えてください。当たり前だけど同じこと言ってるよね。じゃあこれ x とはこれよね、 y とはこれなんだけど、マイナス y の値の範囲って求められる。なんで 2x の値の範囲求められるのにマイナス y は無理なんだよ。どういうことだって、うん、ああそういうこと。じゃあマイナスかければいい。マイナスをかけばいいでしょ。要するにかけるマイナス1倍すればいいでしょ。そうするとどうなるの。マイナス4、ただの7。あ、ごめん、無茶した。はい。で、いい。ここまで来たら、辺辺加えるやつ。だから、これでもう一回改めて書いてあげると、マイナス 2x5、マイナス4、マイナス y、7ってやって、辺辺加えるって。で、12。で、7だっけ。はい、終わり。だからいい、ミソはここでしょ。こいつを登場させるために、だってこの辺、こいつをこれに変形させて、何にも変えてないんだけど、見え方だけ変えてんだけど、でそれにはこの部分が必要よっつって。